こんにちは、すみだです。大阪府と奈良県の県境、水越峠に来ております。今日はこちらから金剛山山頂へ向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。はい、駐車場よりスタートしてまいります。2024年2月24日ですね。路面はこのような状態です。西に歩いてまいりまして、こちらでゲートを抜けていきたいと思います。ダイヤモンドトレイルを歩いております。振り向きますと山と葛城山です。西に目を向けますと大阪平野が望めます。澄んだ空気が気持ちいいですね。県境尾根ルートとの分岐の地点まで参りまして、路面は今このような状態です。金剛の水のあたりまで参りますと、視界に雪が入ってくるようになりました。引き続きダイヤモンドトレイルを歩かれる方はこちらの橋を渡って登っていかれるようになります。直進いたします。先ほどの橋から見えるくらいの距離にカヤンボ谷への入り口がございます。カヤンボと園庭の横をずっと歩いていきますとカヤンボ谷なのですが、本日私はサネオルートで山頂を目指したいと思います。サネオルートこちらかな。はい、この辺りから、ぐんぐん登ってるんですよね。金剛山三大急登の一つとも呼ばれておりますサネオルートでございます。心して登り始めております。登りが続いております。ふう、この辺りもまっすぐに登っていく感じですね。はい、一歩また一歩と進んでまいります。額を汗が流れております。この辺りは一息つけそうな雰囲気なんですが、この後もう一度もう一段かなりの登りがあったように思います。もう一段だったかな、二段だったかな。はい、少し
呼吸を整えながら歩ける道となっております。この辺りから再び急な登りですかね。このくらい体が温まってまいりますと、緩やかな風が頬に当たりました時に、とても心地よく感じます。この辺りは緩やかなアップダウンで、細くはございますが歩きやすい道となっております。サネオルートを歩いております。ところどころかなり細くなっているところもございますので、滑らないように気をつけて歩いております。こちらは道ですかね、だとしますと紅葉谷とつながっているんですかね、直進してまいります。金剛山サネオルートを歩いております。この辺りは緩やかな登り道でございます。分岐のポイントまで参りました。もみじ谷、そしてかやんぼ谷、こちらを直進してまいります。まっすぐ歩いていきますとダイヤモンドトレイルと合流するんですけどもね、そこまでの雰囲気がまたいいんですよね。本日は風も穏やかで静かなサネオルートでございます。ルート後半の緩やかな登りをゆったりした気分でゆっくりと歩いております。はい、ダイヤモンドトレイルと合流ですね。郵便道とも
りをいたしまして山頂へ向かいます。一の鳥居まで参りました。それでは葛城神社様の参道を歩いてまいります。樹齢約600年の仁王杉のところまで参りまして、本日は裏参道を歩かせていただきます。いいお写真が撮れるといいですね。はい、葛城神社様まで参りました。大社造りのお社の後方が金剛山最高峰1125メートルの地でございます。怪我なく登らせていただきましてありがとうございました。はい、無事に下山して参りました。後半のダイヤモンドトレイルに合流する手前のところのですね、雪がある時の雰囲気がとても好きなものですから、この季節何度か歩いております種をルートでございました。ご視聴いただきありがとうございました。みんなでした。